アレイ上星雲は小ギツネ座にある惑星上星雲である。地球からの距離は約1235光年。その形が鉄アレイに似ていることから名付けられている。双眼鏡でも容易に見ることができ、アマチュア天文ファンの観測対象として非常に人気がある。合計5センチメートルの望遠鏡に勾配率をかけると円を両側から少し円で削った形に見える。 後傾8センチメートルでは銀行の地図記号のように見え、1 5トルでは、この星の群がる中で、アレイの形がくっきりと浮かび上がってくる。後傾3 0トルでは、星雲が欠けたように淡くなっている部分も見え始める。また、星雲の前景にあるほの星やかすかな中心性も見えてくる。後傾4 0トルでは、星雲の濃淡や、 全景のほのぼしもよりはっきり見えて見事な眺めになる。100年間で6.8秒の割合で広がりつつあり、逆算するとこの星雲が膨張を始めたのは3000年から4000年、前以前だとされる。アレイ上星雲は惑星上星雲として最初に見つかった天体である。多くの研究者に研究され、記載も非常に多い。1764年に、 シャルル・メシエによって発見された。メシエは星のない星雲で3.5フィートの望遠鏡でよく見える。楕円形、強四と記している。ウィリアム・ハーシェルは1785年に外観は特に大きいというわけではない。おそらくひどく広がった二重の星層でその一端が我々の方を向いているのであろう。ほぼ三部分に分かれているが、星雲の部分は 内容が違っているものと推測される。すなわち分解不可能部分、色彩を帯びていないが分かれない部分、銀河の部分であると記して銀河が含まれていると思っていた。ロス教は星に分けられないが分かれそうな気配もあるとしている。これは前景にあるほのぼしのことであると思われている。AB パーセクは一年収支査より計算。 後年は1年収支差3.2615638より計算し等9 5 5グより計算。少数第一位まで表記。ありがとうございます。